新党国盛の政見放送ですお話は新党国盛代表本間奈々さんです皆さんこんにちは全国比例区私は新党国盛代表の本間奈々です私は福岡の片田舎に生まれましてそして広島で育ち その後中学生から東京に移り住みまして東京都立立川高校を卒業そして早稲田大学に進学をしまして、まあ、平成五年あの役に立ったかどうかはわからないんですが自治省今の総務省というところに勤めて十八年間公務員をやっていました私は実質的に女性としては二人目ということで、まあ、男社会本当にもう体育会系の役所でありましたが体力には自信がありますので 全力投球で頑張ってきました。地方勤務もありまして札、札幌市の企画課長、そして愛知県春日井市の副市長、そして地方公務員の幹部研修をする父大学校では、研究部長、教授もやってきました。まあ、子ども2人を育ててきまして、働くお母さんです。まあ、そうした私ですが、新党国盛を1年半前に立ち上げました。この新党国盛のお話をさせていただきたいと思います。 新党国盛は国盛、ひらがなで書いてありますので、子どもでも読むことができる、分かりやすい名前だと思います。その意味するところは、国を守る、保守の政治団体です。国防安全保障はもちろんのことですが、私たちは日本的な価値観というのを大切にしております。歴史と伝統文化を大切にする、そして家族を守る、そして私たちの大切な命と人生を守っていく。 経済も守る。そういった保守の政治団体です。まあ、そうした中で、新党国盛、今、危機感を感じております。それは何かと言いますと、北朝鮮がミサイルを日本海に向けて撃ち込むようになってきました。そして尖閣諸島には連日中国船が入り込んでいます。とんでもない状況が起きています。しかし皆さん、政府を見ていただきたいんです。政府は遺憾である、遺憾であると言って何にもやっておりません。 本来、ミサイルを撃ち込まれるというのは異常事態です。他の国では大暴動が起きるような状態です。しかし、あれほど政府を批判するようなマスコミであっても、何事もなかったかのように日常が流れています。私たちはこれを何とかしていかなければならないと思っています。新党国盛もりは行動する保守でありまして、やれることは何でもやっていこうということで取り組んでいます。今申し上げました尖閣諸島については、実は新党国盛もり。 32回。 漁に出かけていますこれはどうしてかといいますと、まあ、政府は守ろうとしていない、しかし日本人は尖閣を領土、領海だと思っているんだと、そして漁をすることによって、魚を取ってきて経済活動をする、そして魚を食べていただいた皆さんには、尖閣はこんなにおいしいお魚を食べるんだと、そういった共感を得てもらう、私たちはやれることは何でもやっています、そしてこの尖閣諸島を守る気のない日本政府を訴訟で訴えています。 そして今、ウクライナ問題が起きています。ウクライナ問題で私たちは北方領土についてもこれを訴えなきゃいけないというふうにすぐ思いました。私たちはすぐ北海道,北海道の根室のノサップ岬に行きまして、北方領土即時返還抗議活動をしましたし、そしてロシアに対しては繰り返し繰り返し、不法選挙をやめろ、即時返還せよ。そして今、この北方領土では軍事訓練が行われていますので、 軍事訓練をするな、ミサイル基地を作るなと言ってやれることをやっています。こんなか弱いほんま7がこうやって動いているわけであります。そして和歌山でも活動しておりまして、実は和歌山県はカジノを誘致しようとしていました。しかしカジノは絶対ダメなんだと、子供たちにこんな こんなものを持ってこさせてはならないんだと訴えるために私たちは連日県庁前でカジノに反対の抗議活動をしました。全てが私たちがやったとは言いませんけれども、和歌山県議会ではこれを否決しまして、長崎と大阪では成立しましたけれども、和歌山ではカジノをとどめることができました。ぜひ皆さん諦めないでいただきたいんです。そして私は国を守るという当然のことをやってほしいと思っています。子供たちは皆さん大人が 自分たち守ってるんだと信じてるんです。けれども、今の日本はそういう状態になっていません。憲法改正はやっていきましょう。それと同時に私たちは核武装の議論も持ち出しています。核武装の議論を皆さん嫌わないでください。大げさだと思わないでください。理由があるんです。それは、ウクライナなんです。ウクライナは2000発近くの核兵器を持っていました。 そして、ウクライナは核兵器をを撤去ししたににロシアに侵略をされてているんですそしてここから学ぶことがあります、どんなに平和を望んでいても、戦争をしたくなくても、弱い国、軍事的に弱い国、具体的には核抑止力のない国です、そこは一方的に侵略をされて、戦場になるということなんです。 子どもたちをウクライナのような凄惨な目に合わさないためにも、ぜひ嫌な議論でも皆さん、目を振り向けていただきたいと思います。新党国盛は本気の議論をさせていただきたいと思っています。そして現在、このウクライナだけではなく、コロナについても政権は右往左往して、有事には備えられないということが分かってきました。まず政策が二転三転しています。そして日本人に対しては、緊急事態宣言、そして移動するな。 そしてイベント中止という自粛要請がこれほど出ておりますけれども、しかし、このコロナが広がったときに、中国人はいつまでもいつまでも入れ続けていました。一体日本人と、そして中国人、どちらが大切なんでしょうか。そしてコロナについて言えば、今、世界ではコロナは終わっているんです。でも今、日本ではコロナはわ終わっていません。これは岸田さんが終わらせないからです。い,ろいろおかかしなこととあると皆さんん思いませんか 例えばワクチンですワクチンを打って助かった人ももちろんいます。そしてワクチンを打ってお亡くなりになった人もいます。この状況について詳しい報道がされていません。私たちの考え方はチャンネル桜、あるいは YouTube 番組の国盛りチャンネルというところで流れていますので、ぜひ見ていただきたいと思いますけれども、これを流しますと、すぐ。 バンをされて、そして YouTube から削除をされてしまいます。政府やマスコミ、そして YouTube、YouTube、こういったグローバル企業、いわゆる不都合な情報を皆さんにお知らせしていません。ぜひコロナの問題、新党国盛からはもうこれを検証する時,時期が来てるんではないか。一体どんな病気だったのか。そしていろんな政策は本当に意味があったのか。私たちは訴えていきたいと思っています。そして経済の問題です。私たちは この30年間、日本がとんでもなく凋落していると感じています。この間、ほとんどの政権を担っていたのは自民党です。自民党のやっていたのは、緊縮財政、そしてプライマリーバランス、財政再建、小さな政府とも言われています。この政策が大失敗だったのではないかと私たちは感じています。私たちは高齢化が進むので、なので政府はお金が使いません。消費税が増えます。そして皆さんの負担は増えます。 そういったことでも今見てください、多くの人が貧しくなって、そして若者はとても低い賃金で働いています、そしてお年寄りについては、年金が毎回のようにどんどん減っている状況であります。こんな状況をしていたら、日本はなくなってしまいます。なので、私たちは積極的な財政出動をするべきだ、100兆円規模の財政出動、これを訴えています。 そうすると財源どうするんだという話が出ますけれども、財源はあるんです。政府の赤字はみんなの黒字です。つまり国債発行をする、私たちは政府が国債発行をすることを悪いことのように思っていました。 政府の赤字は私たちの赤字だと思い込んでいましたけれども、そうじゃないんです。ぜひ国債発行をさせて、そして消費税はゼロでいい、消費税はゼロでいいんです。10%、これを落とすことによって、皆さんのゆとりが10%出てきます。経済活性化をしていきましょう。そして最後に、私たちは中国の問題に触れたいと思います。中国は日本にとってはとても敵対的な国です。恐ろしい国です。そして今、日本で行われていること。 不動産や中小企業が買われています。それに対して政府がほとんど規制をかけられていません。私の住んでいる北海道では1割近くの土地が買われているとい言われているような状況になっています。皆さん、これを放置してていいんでしょうか私は子どものためにはこれいかん。絶対やめさせなきゃならないと思っています。そして中国というのは、ウイグルで収容所を作って、300万人近くの方を入れて、そして虐殺や拷問、 そして女の人には集団的なレイプも行っていますそうい。そして女性に対しては不妊手術をさせて、ウイグル人は滅びようとしてるんです。ウイグルに対してこんなにひどいことをする中国、そして考えてください。中国は日本に対して反日教育をやってるんです。中国とは距離を取らなければなりません。これを言ってるのは、新党国盛、ぜひ、新党国盛本間7を皆さん、応援していただきたいと思います。 続いて、新党国盛幹事長、三輪和夫さんのお話です。こんにちは、私は今回、新党国盛より参議院選比例代表に立候補いたしました、三輪和夫、新党国盛幹事長三輪和夫と申します。私の魂の魂訴えを どうか皆さん最後までお聞きください心よりお願いを申し上げます私は40年にわたり国民運動のリーダーの一人として戦ってまいりましたその間理論を深めるために早稲田大学に学士入学をし卒業をするなど研鑽も積んでまいりました一方チャンネルさくらのキャスターとして18年にわたり 保守的立場から言論活動も展開をしてまいりましたそうした諸々の活動の集大成として今回国政に挑戦をする決意を固めた次第でございます私がなぜそう決意したかそれはこのままだと日本は中国に飲み込まれてしまうという本当に強い決意を持ったからでございます ウクライナを情勢、もう皆さん言うまでもなくご承知だと思います。ウクライナは本当にお気の毒です。私も心より同情をいたします。しかし、あえて言えばウクライナの敵はロシア一国なんです。翻って日本を見てみましょう。そのロシア、そして北朝鮮、中国、 まままさにに適国国家とも言われれる3国に取り囲まれています本当に危険な状況です。これだけ危険な位置にある国というのは地球広しといえども日本しかないと思います。本当に危険です。でよくそういうことを言いますと日本には憲法9条があるから大丈夫だよというようなことを言う人もいます。ふざけるなと言いたいた 憲法9条は言うまでもなく、先の戦争で日本が負けたとき、アメリカがもう日本が二度と立ち上がれないように縛った規制です。そしてその頃は米軍がずっとおりましたから、まして戦争で敗戦の日本に新たに侵略しようとする国はなかったんですね。ところが、その74年、ずっと憲法9条は日本に存在をいたしました。 憲法9条は日本を縛ることはあっても、日本を侵略する、あるいは日本を攻撃しようとする国にとっては、これはただの紙切れにすぎません。日本を攻撃しようとする国が、憲法9条があたかも水戸黄門の印籠のようにひれ伏すと、本気で本気で思っていますか、そんなことがあるわけないじゃないですか。では憲法9条が 日本の平和のために何の役にも立たないにもかかわらず戦後74年日本はなぜ戦争に巻き込まれなかったか平和だったかこれは一言で言えば日米安保条約により米軍がいたからですこの事実は親米的な人でも反米的な人でも事実としてこれは認めざるを得ないことだと私は思いますさて問題は そのアメリカがもはや勝手の力がなないいととうことなんですアメリカがが勝手の力があればおそらくウクライナはこういうことになっていなかったはずですあるいはアフガニスタンの現在の混乱ぶりもなかったはずです何よりかによりアメリカ自身がアメリカはもう勝手のように世界の警察であることをやめたと これは明言しています今のバイデンさんだけでなくその前からもそういう風な方向を打ち出していますもはやアメリカの力を頼るわけにはいかないんですねでは憲法9条は何の役にも立たないアメリカ軍も頼りにならないそうなれば当然理の帰結として自主防衛をやっていかなければいけないということはこれ誰でもわかることなんです ところが、政府、自民党、まさに全くその気配もありません。防衛費増額の気配もない。本当に微々たるものしかなり、自主防衛の方に舵を切ろうなるという気はもうとうないんですね。憲法救助がだめ、弁護も頼りにならない、それでも何もしないということは、国民の命を守ろうという気が本当に自民党にあるのかどうか、私は怒りさえ湧いてまいります。 新党国盛、そして私、三輪和夫は、本当に国民のお一人お一人の命を守るためなら、日本は核武装の議論も、これはタブーにすべきではないと思います。日本には比較三原則があると言われています。つまり核を作らず、持たず、持ち込ませずだけでなく、実際にはもう考えること、議論をすることすらタブーであると。少なくとも国会の場ではそうです。 やはりわれわれ、信徒、国盛、そして私、三輪和夫は、国民の命を守るためなら、すべてのタブーにも挑戦をしたいと思います。そして自民党、今や自民党は、政権を維持すること自体が自己目的化した集団になりました。この自民党をたき直さない限り、日本のさ明日はないと私は思います。少子化問題も そして落ちるところまで落ちた経済問題もすべて懸案が先送りが今の自民党です自民党を叩き直さなければいけないだからこそ新しい保守の勢力が必要なんです新党国盛りのまさに果たすべき役割はそこにあります私三和和は七十を超えました今更そんな爺さんがと思う方もいるかもしれないしかしだからこそだからこそだからこそ私は残りの人生をこの国のために捧げたいんです 三羽数を一人になっても私は戦います日本を守りますどうか皆さんともに立ち上がってくださいそして私を国会に押し出してください私は文字通り命がけで命がけで頑張ります頑張ります新党国盛りの政見放送でした